山口たている。古橋庄司、古橋浮き玉、古橋の浮き玉、先制はホームの神戸、ついに決めました。ここのイニエスタ、イニエスタ、イニエスタ、失わない、イニエスタ、一気に入ってきた古橋、古橋先制、神戸、古橋、その陰にはイニエスタのプレーありという、前線からのまずプレスというところになります。古橋奪ってドリブル運ぶ、真ん中に運んで安井のシュート、古橋の左足、ファーストシュート、決めたのは左足で振る。で収まると山口が入ってきます、ね、そうですね、イエスの選手が前を向いて、はい、その山口入れる、もらった、足元いいシュート、ナイスゴール、古橋だ。手元の時計で後半の30分、古橋左足決まって1対0。ゆりかごポーズがちらりと出たのは同僚、三笘が前を向こうというところです。さあ前を向いてキーパーと1対1になるかどうか、いいディフェンスだ、最後古橋か、いや古橋がスプリント力をディフェンスに生かしましたね、生かしましたね。ここで古橋へアドバンテージを適用します。古橋、古橋打ってきた、枠を叩きました、狙ってましたね。いや狙ってましたね今のね。そして味方の選手の動きをうまく使いながらですね、はい、ちょっと和田に対してイニエスタが行って奪った。さあドグラス、左はフリーの古橋、そこを使う。さあ古橋は勝負もできますが、古橋、古橋中持ち出した、古橋のシュートだ、1対3、鮮やかなカウンター、ヴィッセル神戸取る、プレスバックして取って、そして古橋1対1シュート決まった、先制、相性のいい噂でゴールを決めました。代表戦初ゴールを決めて勢い勝って乗り込んできたアウェーの地で先制ゴールを決めました。